雨は好きですか？でも濡れるのは体によくありませんよ。になったら帰ってくるの？ねえ、私を。って無理だよね、やっぱり。ここでな、変な商売されると困るらしいわ。ごめんな。何か困ってることありませんか？じゃあ、おっちゃんの存在困ってるかな。今からあいつ命乞いします。私は君たちを救いたい。いつか一緒に太陽の下を歩きましょう。無理ですよ。ここは俺らで片付けとくから、お前はあいつの隠れ家にガサリで行ってくれや。頼んで。あ、ボロ君、どうや、初めて自分の手で人を殺した感想は？別に。レナが取りました。見して。ああ。
なんや。あのな、ボロー君。もっと自分の立場を知っていた方がいいな。自分の借金、あとどんくらいあるか数えたことあるか。誰？僕。ボロ。ボロ？なんでここにいるの？ここに来るように言われたんだ。もしかしてあの人に？あの人。優しそうなおじさん、私を救ってくれる人、私を引き取ってちゃんとした家に住ませてくれるんだって。ねえボロ、おじさんいつ帰ってくるって言ってた？さあ、私また捨てられちゃったのかな。捨てたわけじゃないと思うよ。じゃあどうして戻ってこないのかな。どうしてだと思う？ねえ、ボロ。なんだよ。何してんだよ。私は何をすればいいの？お前変だよ。あんたには暗い場所に閉じ込められてる気持ちがわかるの？なんや。あの部屋にあったありがたい教えの書いた本。きったいやな。まあ佐久間さんに報告しとくわ。あの女の子も何とかしてくれるし、それまで辛抱や。まあお前も人を手にかけた人間やし、それくらい持っててもええやろ。危ないで、気ぃつけ。バン！
そういえば名前聞いてもいいかな。罠。罠。変な名前だな。お腹空かない？私は大丈夫。これがあるから。買い物行ってくる。奴隷は奴隷であることを忘れたら奴隷ではなくなる。お、どこ行くの？ね、今から僕と飲み行かない？楽しいよ、ね。人を探してるので。安くするからさ、僕とさ、楽しくおしゃべりしようよ、ね。なんだよ。なんだ、知り合いかよ。じゃあ、アナビッチ。なんだよ。またこれ買ってる。好きなの？アボカド。何しに来たんだよ。買いに来たんだけど。おかえり。ただいま。
昔々、生き物たちがまだ同じ言葉を話してた頃。何それ。前に読んだ童話の始まりの言葉。なんかロマンチックじゃない？みんなで話せたらさ、素敵なことになりそう。そんなことがあるわけないだろ。分かってるよ。わなちゃんの世話な、明日まででええわ。どうして？昨日な、佐久間さんの方から連絡あってな、なんか、ジムラで引き取るらしいわ。ここだけの話、どっかヤバいとこも見飛ばすらしいな。ブロー君にはまた本職の方戻ってもらうから。どうして？何がどうしてだ？どうして僕らはいいように疲れなきゃいけないの？下っ端は上の言うことを聞くもんよ。俺たちみたいなのさ。お前だって自分の力だけ借金全額耳それて返せんのか？無理やろ。俺たちは負け犬コンビ、末永くよろしくな言うてね。僕たちってさ、慎太郎君はサイバーマンになりたかったんだって。何やそれ。サイバーマン、悪の組織から人々を守るヒーローだよ。だから誕生日に変身セットを買ってもらうのを楽しみにしてた。かなみちゃんはピアノの先生になりたかった。だから毎日練習して今度の発表会を待ち焦がれてた。あと恭平君はもういいか。何や気が悪いな。だけど全部かなわなかった。それはね、幼稚園の列に飲酒運転の車が突っ込んじゃったから。まあ車に潰されちゃうようじゃもともとヒーローなんて無理だったんだけどね。私の子供返してってさ、今でも声が頭の中で響いてる。それから悪者の運転手は借金繰り返して、慰謝料払って、でもある日蒸発しちゃった。莫大な借金だけはたった一人の家族だった息子に残して。止まんないね。僕だってさ、ヒーローになりたかった。
たんだよ。逃げよ。二人で逃げるんだよ。ポロ。おじさんもさ、そういう風に殺したの？教えてくれよ、本当のことってさあ。あんたは逃げて、私はここに残るから。
前知らないけど、もう全部無意味なんだって。もうやめようよ。だって。本当にそうなのかよ。御堂さんが負け犬コンビ返したんや。どうしたんだよ。奴隷であることを忘れたら奴隷ではなくなる。何があったんだよ。全部忘れちまえ。それでも信じているものを。あの宗教団体と手を組むことにしたそうで、それで僕たちが邪魔になった。嘘だ。多分本当のことだよ。大杉さんから連絡です。うん。こうなっちゃった。綺麗だな。神様はお前を更生させてくれたか。どうだ。あなたは卑怯なコウモリよ。最後には誰にも相手にされなくなる。イソップ物語か。奴隷を統制するための物語って知ってたか。それでイソップは自分の身分だけ奴隷から解放したんだ。賢いよな。あなたに似ている人を知ってる。どんなやつだ。とってもひねくれてて
本当の自分をどっかに閉じ込めてて無理に悪ぶって悲しそうで、でもそうね、彼は一瞬だけヒーローだった。何なんだ、お前には僕が何に見えた、教えてくれよ、僕は何なんだ。何の用だ。あの男の家で見つけた薬です。罠を返してください。やるじゃん。取引はしないけどな。黙れ。お前が黙れ。シャラップ。あなたも。あなたも本当は奴隷なんだ。これはマジです。
何しに来たのよ。迎えに来たんだけど。お前だな。